うんうん、そこそこ。外側の筋が、うん、合ってる。そうです。これ45度ですね。45度、そうそうそう。そうそうそう。十分聞いてますか？はい。大丈夫です。そう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 。うん、ちゃんと膝も使えてるし。うん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 。言ったことできてるね。いい感じ。素晴らしい。足をそっち側にしたときに、こうしたときに、できたらこう押さえといてあげて、あの浮いてくる人って結構いるから、はい、ここに骨があるのね。ここの骨の内側、はい、こいつ。こうですね、うん、はい。そこをこう押さえてあげる。ああ、これです。はい、そう、肩足でも大体こう曲がります？曲がらない人もいる。えっと、でもでもこうなりにくい人がいるので、ちょっと軽くここへ押さえておいてあげて、ちょっともう、ここね、はい、ここに、これね、入れてあげるっていう感じ。あの、痛いけど気持ちいいぐらいの強さっていうのは、ここら辺までだね。結構今大変ですけど、ごめんなさいね。今の本当はこの辺のぐらいの強さを、もうちょっと体重かけてあげるぐらいがちょうどいいよね。はい、それぐらい、あの今日あのポイントだけだから、はい、あれだけども、あのそれぐらいの強さ加減でやってあげた方が、後々すっきりするから、それを求めて高いお金を出していただきたいから、その60分の時間の中でいくらできるかだよね。うん、そう縦ね、筋肉に対して縦ね、はい、そう指はもうこう筋肉じゃないんでこうだからね、はい、なんでかって言ったら足の筋肉が緩んであげると背中の方がしっかり緩んでくるので、初め背中触ってこんだけ硬いですよっていうふうに言って、で、足触っていきますねって言って、足触って、で、背中もう一回終わった後に触ってあげると、わあ、楽ですよ、ね。ああ。膝を曲げたときに、膝裏のここ、3箇所ぐらいに、ね、しっかり押さえてあげるようにすると、結構ね、足の疲れとか腰痛がきつい人なんかは、それでね、すっきり取れるから、うんうん、やってあげよう。別に。真下にね、それは真下に、そう多分痛いと思うから軽までいいですね。あの今はね、はい、通常で来てこられる、お客さんで来られる人なんかにする場合はそこをガッツリガッツリガッツリやってかないとね。もう先生痛いって言っても、初めに言いましたよね、痛いって言っても後で楽になるようにするためにやってるんですよみたいな。押さえるポイントはやっぱそこだから、その3線さえしっかり押さえときゃあと内側かな、はい、そこさえしっかり押さえとけば、まあ押さえる筋なんかもそんな変わんないんだよ。そうですね。人間そんなに変わんないからね。今ちょっとね、でもね、押さえてたらね、こう逃げちゃってるから、これをこう。ああ。45度、そう。この下にちょうど骨があるのをイメージして、その骨に押し付けてあげる。そう。ごめんなさいね、痛くなっちゃって。でもそれだけギャーギャー叫んでるのを見ながら、どこまで押さえつけれるかだよね。はいはい、分かってますよ、痛いのは。言わせれてですか。言わせれるために頑張ってもらってるんですよ、今。だったらもうここで太ももこうやって入れちゃう。あ、さっき肘いってから。肘いくと、この辺が硬いのね。はい。ここからここまであったら、ここが特に硬くなってるので、これはね、立ち仕事、座り仕事の人でも全く関係なくて、この辺が最近硬い、皆さん。あと、座り仕事の人、ここ。あ、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。で、ここ。ちょっと肘で入れてもらう。で、肘で緩めてからの方が早いわ。肘に入れるときに体がこう。そう、そうすると入りやすくない？
それをね、前言いたくてね。こう入ってたのね。ちょっとそっちから見てごらん。はい。こう入ったのね。こう今さっき。はい。で今はこう入ってる。ああ角度が違うってことですか。あの体の使い方がちょっと違うだけ。そう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 。そうするとそこに一点に入っていく感じは結構するでしょ。ああ、うん。正面に入らなきゃってことですね。正面に入らなきゃいけない。いやちょっと外から行こうとしてたのが、その正面から行ってあげることだけで、ほんとちょっとしたことなんだけど、力が入るよね。そうそうそう。そう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 。入りやすいでしょ。どうだったらその角度をこう上げていくの。肩やしはもうこうやってね、角度つけて。角度つけて手を握りしめてあげたら、うん、今はもう、こう押さえてるけども、はい、きつい人になったら手握りしめてあげるとこれで力がこう入ってるので乗せていくときに力めっちゃ入るのね。そうそう、ああいい感じだね、うんうん、入りにくかったら言ってよ力。はい、はい、だと思うんだけども、もう一個入れてあげるとその深いところの筋に、あ、はい、脂肪があって筋肉があってなんかその筋肉が硬くなってるのが分かると思う、はい、それね硬いでしょ、その硬いところをもういかに押してあげるかだよね、いかに向き合って押してあげるかそう、この辺ですね、でその硬いところだけを押さえてあげる、ある程度のその上から順で触ってみて、この辺は柔らかかったなと思ったら柔らかいところは触らずに、もう硬いところだけに時間を、ああ往復とかして、うん、往復は1往復して硬いところがあってここって思ったらその硬いところだけを集中した方がいい、じゃないと60分の時間帯で与えられた時間帯でそこをほぐしてほしいっていう人しか来ないから、その遠方からとかそうなると気持ちいい場所はもう全く触らなくていいのね。硬いところを集中的に。硬いところだけを集中的に。だってさ、あのどこのマッサージ屋さんでもさ、柔らかいマッサージ屋さんいっぱいあるから。ですね。ニキュッパの店に行ってダメで探して痛い店に来るわけだから。コリを取ってほしい人が来るんですね。そう、コリを取ってほしい人しか来ないのね、逆に。そうなると、そのコリはどう取ればいいのかって言ったら、その硬いところしか触らないみたいな。そうすると、他の店との違いが出てくるから。そうそうそう。触ってると。